もうなんか走るのをやめようかなって。え、これまで頑張ってきたもんをさ、そんな簡単にやめていいの？ビートリフレだって。謎理論だだだだ、謎理論だだだだ、お前が言ってるその理屈は謎理論。いやあ、先生ケースだよ。皆さんにちょっと説明しておきたいことがあります。前回のパートから規制解除パッチを導入しているのは皆さんご存知かもしれません。いや、ご存知じゃないかもしれませんが、そちらなんですけどね、前回のパートアップロードした後で今実況動画撮ってるんですけど、前回のパートさ、やっぱ R18 かかるわ。なんでね、申し訳ないんですけど、パッチで出てきたあのドエロな瞬間は前回のパートモザイクかけて入れてきました。もう本当に申し訳ございません。気になる方はこのゲームを買ってパッチを入れてプレイしてみてください。もうさ、桃色やったから。で、今回のパートからパートも、まあ、最後まで引き続きパッチを入れた状態でやるんですけど、残念ながらモザイクはかけさせていただくということでご了承いただければと思います。というわけで続きやっていきたいと思います。過ごし方を決めます。どこかに出かけるのか。お出かけです。なんじゃ、あ忘れ物でもしたのか。マジか、今日もここ誰も映ってないパターンでないか。楽しいことどこ行けばええんだろうな、こういう時ってなるんよな。ランジョとさ、エンカウントしてしまうけんな。いつもいつも買い物行ってみるか。どうだろうな。ほう、ああ、着替えろ着替えろ。俺にはあのエッチエッチな瞬間が見えるマッサージがあります。朝霧さん大丈夫かな。走れるようになったかということかの。それは本人に聞いてみないとわからんの。そうやな、心の問題やけん。結局のところ、本人が走るか走らないかの問題やけんな。結局のところ、来た。これ噂をすればなんとやらじゃ。今日もスタイルよろしいですね。朝霧さんいらっしゃいませ。今日も胸に動物飼ってるんですか。なんか深刻そうな感じ。朝霧さん、あのさ、今日でマッサージ最後にしようかなって思ってる。なんでですか。胸の中に動物入れて飼ってるっていうのをちょっと傷ついたんですか。ごめんなさい。でもあんだけ動いてたら動物入ってるって勘違いしますって、俺以外の人も。ね、皆さん、視聴者の皆さん、勘違いしますよね。え、じゃあ走れるようになったってことですか。もうなんか走るのをやめようかなって。え、これまで頑張ってきたもんをさ、そんな簡単にやめていいの。その走るためにさ、今までどんだけ努力を積み重ねてるんだ。そんな気持ちに一区切りつけていいのか。深く悩んでさ、走ることやめようって思うんだったら別にええよ。でもさ、ほんまによーく考えて出した結論かい、それは。ほんまにそんな、あんなに頑張ってきたじゃないですか。なのに、なんでそれでさ、バンド始めるんだみたいなこと言い出したらさ、もうぶん殴るからな、お前。なんか、また新しい、すぐ新しいものを見つけてるみたいな。いや、いいことやけどさ、いいことやけどさ、お前。おい、それだったらメイちゃんとキャラ被るぞってな。大学内でトップなんだよね。私の自己ベストって。だけど、そのタイムを抜かれちゃって、悔しくてさ。だからまた走ろうって思った。でも、あ、走ろうとは思ったじゃん、その時点では。ダメなんだよ。スタートラインに立つと、レーンが怖くて、足に力が入らなくなる。トラウマやっとんやな。そこら辺の道なら、普通に走れるのに。なるほど。え、結構、本番に弱いタイプなん？それとも足があるけんさ、大丈夫ですよ。朝霧さんなら絶対に走れるようになります。いいタイムだって出せるようになりますよ。でも
アサギさんが走れるようになるまで僕が見守りです。だから諦めてください。わかった。もう一回だけ頑張ってみる。だからさ、なんだい？マッサージが終わった後、付き合ってくれない？ああ、デートだ！デートに誘われた！年下の女の子がデートに誘われちゃいました、皆さん。いや、主人公の年いくらかわからんけど、多分女子大生やけんな、相手。女子大生に付き合ってくれないっていうパワー、半端ないですね。俺、童貞だから。あと2年以内童貞貫いたら俺、魔法使いになっちゃうんだ。そういう年。付き合うって、何ですか？後から教える。わかりました。というわけで、今回初めてのマッサージタイムで。アツシ先生、気合入れてもらっていいかな？はい、絶対に走れるようになるまで僕が支えますから。ありがとう。行くぞ！もうお前のツボが押したくてたまんねえよ。来い。はいはいはい。ちなみにこれ収録すごい前回から間が空いてるのでちょっとブラックある。はいはいはい、はーいは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 い、はーいは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 い、あー前ミスってる、右側ミスってる、押したつもりなのにミスってる。あーっとちょいちょいミスがあるな。ブランクがこれがどうですか、痛いところはないですか、元気ですか。痛くもないけど、そんなに気持ちよくもないかな。どっちなんだい、気持ちいいのか気持ちいいのか、どっちなんだい、バカ野郎。中山筋肉とアントニオ猪木混ざっとるな。はいはいはーいは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 い、左長。はい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 、よっしゃー。あーやっぱめくれてきてる、青から水色がめくれてきてるよ。みんなかわいいブラジャーつけちゃって、なんかかわいいなこの水色のブラジャー。はい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 、はい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 、あバットじゃバットじゃ、見すぎたい放題見すぎたい放題、長いことやってない間にリズム感が倍になってる。あやばいやばい、アホみたいなリズム感になっとるな今。スコア低い、あーやばい、これいけるかな、ちょっと低いぞ、あいけるかな、いけるぞ、いけるぞな感じ、変な感じ、よかったー、スコア低かったらこのモードならないんですよ。君もこの姿が見れるって、乳首が光っていらっしゃる。へへへへ、へい、ピピ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 ピ、あ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 い、あい、上に上がってきた。この変化絶対 YouTube の R18 に引っかかる要因になってる気がするわ。お腹全体見えとるからな。フィニッシュ。な、何今の。すごすぎ。もうエロすぎ。もうエロすぎた原爆出てきて。なんだ
やればできるじゃん。なんで上から目線なんだよ。まあもう一回来てもいいかなってなったよ。なんで未だにこんな上から目線なんだ。じゃあ次行くぜ。マッサージ終わりましたよ。ありがとう。じゃあついてきて。どこに行くんだい？それはいいですけど、どこに行くんですか？運動場。あ、前にも言ったな。あの時はランジョランランジョランジョに突き渡されて、走りたくもないトラックを走らされたからな。疲れた。あの時は疲れた。来た、ここよ。今日は誰もいないんですか？まあね、多分遠征。あ、みんな遠征一等中、一人は回っとる感じだよ。アセギリさん？先生が見ていてくれたら大丈夫って思いたいけど、走れなかったらごめん。アセギリさん、震えてる？やっぱり大会での怪我がトラウマに。アセギリさんの意識をレーンから他のものに向けることができれば、走ることができるかもしれない。え、何？何をするんだ？もしかして進行ボロンって出して、えってね、朝霧さんの視線集める。朝霧さん、僕ゴールで待ってますね。え、ゴールで待ってますね。いや、あ、最近歩けるようになった赤ん坊に、こっち来てー、はい、来ましたね、よちよちみたいな感じになってる。いいタイムを出そうって考えずに、僕のところに駆け寄るイメージで走ってみてください。あ、淳先生のところに。そうです、僕の森に飛び込む勢いで走ってきてください。飛び込んでほしい、それ。それさ、好感度も何もない相手に言ったら、はぁってなるぞ。先生の胸に。わかった。やってみる。でも、朝霧さんは好感度高いらしいですね、この反応。それじゃあ、位置について、よーい。無事に走り出したみたいだけど、あれ、僕を見てる。群れに飛び込む勢いでとは言ったけど、本当に飛び込む気だったり。アツシ先生。え、ちょっと、わあ。アツシ先生、私。え、走りましたね。でも急に抱きつかれると、その、ありがとう。ラブコメやん。こんなんラブコメやん。俺マネージャーみたいなことしてるやん。陸上選手とマネージャーの恋みたいになってるやん。もう大丈夫そうですか？わかんない。でも先生がゴールで待ってくれてるって考えたら大丈夫だと思う。じゃあ大会ごとに俺ゴールで待っとる手でおらんかったらあかんの。頑張りましたね、アセギリさん。ジェシッツ、アサギリはちゃんと走れるようになったのじゃな。うん、今日走った時も自己ベストと同じぐらいのタイムだったよ。おもい、これで完全に克服したということじゃな。そうだね。でも走るのをやめるって言い出した時はびっくりしたな。そうよな、これまで頑張ってきたものをさ、簡単に投げ出すってどうかしてるぜ。それだけ追い詰められていたということじゃろう。はあ、お客さんの怪我が治るのは嬉しいけどさ、なんだろう、もうお店に来なくなるって考えたらちょっと寂しいかな。お孫殿、こう言ってはなんじゃが、あやつはこれからもマッサージに来ると思うのじゃ。そう思う、もみじも。でも治ったし。心の傷が塞がることはないのじゃ。心の傷は治す癒すではなく隠すことしかできないの。いや、なんかめっちゃ深いこと言ってるんじゃお前。そうよな、心の傷なんてさ、誰もが隠して生きとんよな。過去に何か過ちを持った元人間たちは、てか持ってない人の方がマネじゃないかなってぐらいで。そうよ、
それでも何かそれを乗り越えて克服しようわけであってさ、なくすことはできんのよな、過去の心の傷ってのは。それを上回るような成功体験でこそそれを克服できる、そういうもんなんよ。朝霧はお孫殿のサポートがあればこそ走ることができるのじゃ。そうかな。何にせよ今は朝霧が走れるようになったことを喜ぶべきじゃ。それからお孫殿、ご苦労様なのじゃ。よくやったのじゃ。うん、ありがとうとか考えてるけど、俺の頭の中では朝霧さんに抱きつかれた感触が未だに頭に残ってる。朝霧さんってあんまりふっくらした体じゃないけど、いや柔らかいんだね。24日は来週か、借金返済って感じですね。さあどれぐらい稼いでんのかな、また遅刻イベントかこれ。どんだけ遅刻しとんねんお前。目覚まし変えろ。そろそろ目覚まし変えろよ。その目覚ましたまにダメじゃないかお前。5回に1回ぐらいスカッとんじゃないかお前。起きれてないじゃないかお前。自由行動か。あ、ちゃんと今日はこれ買い出しでメイちゃん確定になってますね。雨宮、お前のお尻を叩きに来たぞ。雨宮さんだ、何を見てるんだろう。雨宮さん、お尻ペンペン、雨宮さん。あ、敦先生、何を見ていて、何を見ていたんですか、ペンペン。いえ、あの、あ、敦先生。キスってしたことありますか。キスですか、ペンペン。いや、あの、ドラマでキスシーンがあってちょっと気になって。ウブだな。そういうことですか。うん、キスはしたことないですね、ペンペン。まあ学生の頃も今も彼女がいたことなんてないですしね。はははは、ペンペン。そうなんですね、アツシ先生は。そんなこと、そんな言い方しないでください。そんなことを言わないでください。ちょっとフリーって言い方ちょっと悲しくなるんで。じゃあキスするならどんなシチュエーションがいいですか。このシチュエーションに持っていくことを知りてんじゃないのかお前。俺と二人きりの時にこのシチュエーションに持っていくことを考えてるなお前。ま、顔真っ赤になってるぞお前。ヘッドバンしてないのに。うん、シチュエーションですか。強引にキスはないだろう、さすがに。紳士的キス、ロマンチックキス。この子だったらロマンチックじゃないだよねー。二人きり、ロマンチックな場所でキス。妄想癖があるね、君。君、妄想癖があるね。いつもベッドの上で俺のことを妄想してるんやろ。アツシ先生にお尻叩かれることを考えながら寝るのが一番よく眠れるんですみたいな感じやろ。恋する乙女な顔してるな。雨宮さん大丈夫ですか。あ、ペンペン言い忘れとった。ペンペン大丈夫です。そうですか。それならいいんですけど、ペンペン。お客さんを待ちとするかな。オッケー、お客さん待ちましょう、ペンペン。あ、雨宮さんと別れたけんペンペン言わんでもいいのに。ペンペン、あー言っちゃうな。やばいな、ペンペンが、俺の語尾からペンペンが離れない、ペンペン。南雲先生、いらっしゃいませ、ペンペン。あー、南雲先生の前でもペンペン言っちゃった。でも俺、南雲先生のお尻も叩きないや、ペンペン。南雲先生。私、教師を辞め。お前もかお前もかここに来るやつ、やつらはさ、そう自分のアイデンティティ簡単に捨てようと考えるな、お前ら。やっぱり、私じゃ恩師の先生みたいな、素晴らしい先生にはなれないから。そんなことないですよ。南雲先生なら、素敵な先生になれますって。いや、まず見た目が素敵ですからね、あなた。
そのノースリーブって言うんだったっけな、その肩出しちゃうやつって。それに胸の膨らみとそのボディライン落ちちまうわ。この人と働けるだけで同僚の方々すごい素晴らしく幸せもんですわ。なれないわよ。子供たちのためにって頑張ってきたけれど、何一つうまくいかない。相変わらず学年主任の先生には怒られるし、私じゃあの人みたいに子供たちとのコミュニケーションだってうまく取れないんだから。でそうかな。ボディタッチっていうさコミュニケーションあるんやけどな、そういう感じのコミュニケーションがあるんやけどな。長門先生、コミュニケーションがうまく取れないか。長門先生、僕もあの日から長門先生のことをたくさん考えてみた。なんか誤解される。ちょっとそれなんかちょっと聞く人によっては誤解されるわ。特に雨宮ちゃんに言ってみ、それ。僕もあの日から雨宮さんのことをたくさん考えてみたんです。絶対顔は真っ赤になるよ、あの子だったら。もしかしたら長門先生は理想の教師像にとらわれすぎて自分を追い詰めてるかもしれないですね。知れません。そうやな、長門先生は長門先生でその理想の教師像を目指すのはいいのさ、長門先生なりの教師像ちゃうな、長門先生なりの教師言い方がおかしいな。長門先生は長門先生のやり方っていうのがあると思うよ。その教師像に合わせて自分がなるっていう必要はないと思うよな。長門先生なりの長門先生をやってほしい。 なんかおかしいこと言ってるわけですけど、まあそういうことよ。どういうことって言われてもおかしくないことを俺言ってる気がするんでね、そこには突っ込みませんよ。長門先生はどんな時も面白い先生ならどうするかということを考えていませんか。それはそうかもしれないわね。そして刹那圭介はこんなことを言っている間にも長門先生のおっぱいが揺れることを考えていませんか。図星です。きっと生徒さんも学年主任の先生も長門先生に変わってほしいのはそこなんだと思います。理想があるのはとてもいいことだと思います。でも余裕はなく追い詰められている人に人は相談できません。揺れたな。このお店はもともと祖父のお店で、祖父はそのお客さんにとても好かれていたと思います。お店に来てくれるお客さんの中には祖父を目当てに来店される方も多いです。そんなにそんなに祖父イケメンだったんかな。僕も祖父のようになりたくてマッサージ師になりました。だけど祖父と比べると僕なんてまだまだ未熟です。それを実感すると悔しいですし歯がゆくもあります。でも僕が僕でしかないように、南雲先生も南雲先生でしかないんです。だからきっと生徒さんたちは僕の目の前にいるありのままのあなたで接してほしいんじゃないでしょうか。そしてあなたのような体で抱きしめてほしいんじゃないでしょうか。そんなあの人みたいになれない私に先生としての価値なんて。長門先生には長門先生なりの価値ってんが、いや価値っていう言い方もおかしいな、言い方もおかしいと思うんやけどさ、長門先生なりの魅力っていうのはあるのよ。あなた先生っていうのはさ、テンプレっていうのは決まっとるようで決まってないもんなんよ。いや、どの職業でもそうか。この人なりの先生像っていうのがあってもええんよ。そろそろ恩師のことを追いかけずにさ、自分なりの先生像っていうのを目指してみればええと思うんよ。僕と話すときの長門先生は先生としての長門さんですか。違うわ。ならもっと自信を持ってください。僕は僕と話している時の長門先生が少しドジで生徒思いでつい考えすぎてしまう、ありのままの長門先生の方が魅力的で大好きですよ。王子の先生のように、ね、ようになろうとするあなたではなく、僕の目の前に映るあなたでいれば生徒さんも心を開いてくれてると思います。指原さん、そうなんよ、俺南雲先生のこと大好きなんよ。よくよく考えてみたらサムネに使っている女性ランキングナンバーワン南雲先生やけんな。うん、
2パートに1回は使いよる気がするんやけど、南雲先生率高いよ俺サムネ使ってるの。すいません知りもしないのに、また偉そうなことを言ってしまって。つまり僕が言いたいのは、南雲先生はスラマでも十分素敵な人だってことで。ありがとう、指原さんの気持ちは伝わったわ。もう少し頑張ってみるわね。うん、ちょっと後押ししたらさ、もう少し頑張ってみるみたいな感じのことみんな考えるな。これからはありのままの自分で接してみる。あ、そのポーズいいっすね。そのためにも指原さんのマッサージで自信が欲しいの。お願いできます。マッサージで自信が欲しいって、マッサージそういうもんじゃないと思うんですけどね。なんかそれはこじつけが過ぎると思うんですけどね。自信が欲しいからマッサージしてくださいってなんか言ってることおかしいと思いますけどね、僕は。もちろんです、任せてください。なんか言ってることおかしい気がするんやけどな。レッドイットゴーだってみんな。おい、ありのままの姿見せるのよ。やばい、話めっちゃ後の歌詞じゃん。偶然にもすごい話に後の歌詞じゃん、お前。意識しとんかな。あーおなぐも先生、パンツ見せすぎやし、今回紫エロいし。ありがとう。相変わらずのへそ天です。なんだか、もう十分に自信がついた気がしてくるわ。もう警戒心ゼロやけんな、この女。警戒心ゼロや、お前。あだ名ゼロって呼んだのか。警戒心ゼロだから。なぐもゼロ。かっこいいな、なんか。はい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 、うわ、期待同時やった今。レベル4やけんな、イージーでも気をつけな。なんとか対応できよる。はい、意外といけるな。よっしゃ、ミスなしに来たぞ、ここまで。あー、ドスケベ、ドスケベ。ドスケベ、ドスケベ。てか、パンツもずれてない？大丈夫よ。気持ちいいわ。パンツも若干ずれてない？気のせいかな。大丈夫かな？こんないやらしい色の、エロい色のパンツだったらさ、パンツでも R18 制されそうな気がするんやけど、気のせいかな。アップしたけど R18 指定になったけん編集し直しますとか言うん嫌やけんな俺。いけよな。でもいいね。おーっと、ブラジャーの方もちょっとずつ見えてきてますね。私、なんでみんなこんなさ、いろんな色のブラジャー持っとん。ついてきた。ね、なんで来店ごとにいろんな色のブラジャーさ見せてくるんだろうな。下着さ、みんないろんな色の下着持っとんな。女の子ってみんなそうなん。はい、あ、やばい。何てん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 、やばい。てん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 っていう連続がすごい。やられたな。てん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 、また来た。てん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 、しつこいな、このリズム。終わった。何がレッドイットゴーだったんだろうな。もうこれ以上は。これがレッドイットゴーかー。少しも寒くないわ。本当にかい、本当にかい、寒くないかい、南雲先生。
あーでもさ、こんなゲームやってるのをやってる俺を見る視聴者さんの目が冷たいかもしれないね。長野先生はおっぱいの形が綺麗ですね。終わりだ。わあ、紫ブラジャーが半分見えて。今何が起きた？いい色やなこのブラジャー。気持ちよかったわ。だろ？ありがとう。でも次はちょっと抑えて。いや、なんでもないわ。葛藤してるな。南雲先生にレッドイットコーしてやるからな。次も今日はいつもより念入りにマッサージをしておきました。それからよかったらこれをどうぞ。ハーブティーね。この前と同じかしら。今日はリンデンとレモングラスです。リラックス効果と頭をスッキリさせる効果があるんですよ。ありがたくいただくわね。あれ、涙を浮かべて。な、長野先生。ごめんなさい。なぜかすごく安心しちゃって。あの先生みたいになるのが私の目標。それは変わらないわ。うん。でも全く同じじゃなくて、私は私らしく生徒から慕ってもらえるような先生を目指すわ。そうよ、長野先生。南雲先生には南雲先生の増点があるんよ。だからまずはありのままの自分で接してみるわね。そうよ、ありのままで南雲先生でいてください。頑張ってくださいね。ええ、恩師の先生に負けないぐらい素敵な先生になってみせるわ。ああ、でも多分恩師の先生よりは胸のサイズで勝ってると思うわ。実質。あの不器用なやつがここまで変わるとはの。これもお孫殿の努力の賜物じゃな。まあ不器用なところが可愛いところあるんですけどね、長野先生。そんなことないよ。師匠のアドバイスもあったし、何より一番頑張ったのは長野先生本人だからね。なんか真面目な人やけんさ、逆にさ、付き合っとる男性の前ではすごい甘え高いなところあるかもしれんな。知らんけどさ、なんかそんな感じせえへん？普段張り詰めとって真面目やけんさ、だからこそ裏のオフの時さ、好きな人と二人っきりの時はすごい甘えたがりなところあるかもしれんぞ、あの人。俺そういうところギャップあって好き。南雲先生、いや南雲先生がそうかは知らんけど、多分ね、多分の話ね。それを言ってはおしまいなのじゃか。まあ謙虚なところもお孫殿の長所なのじゃろうからな。南雲先生、目指してる先生になれるかな。お孫殿が殻を破ってやったのじゃ。あとは本人次第じゃな。じゃがあやつなら間違いなく多くの教え子から慕われる教師になるのじゃ。よく生きれるね。僕も南雲先生なら大丈夫だと思うけど、生きるのはさすがに怖いかな。ふふん、人を見るという経験の差じゃ。あの目をしていれば大丈夫じゃ。とはいえじゃ、お孫殿の助けなしでは無理じゃからな。ああ、これからもサポートしてやるのじゃぞ。もちろん。まあ長野先生の体はどれだけ見ても見足りないからですね。これからも来てください。25日だって。別に何もないけど。十出。お孫殿、なぜ部屋で寝ているのじゃ。悪いか、部屋で寝てたら悪いか。お前自分のマイルームやぞ。お前マイルームで寝んで逆にどこで寝るんだって話になるんや。え、だって今日は休みだしゆっくりしようかなって。それなら遊びに連れて行くのじゃ。家でゆっくりするのもいいと思うけど。いやじゃ、いやじゃ、遊びに行きたいのじゃ。もっと家族サービスするのじゃ。お前は家族ではない。
どうでそんな言葉を覚えてきたのさ。遊びに行きたい。親父ってこういう気持ちなのかな。父親ってか。この時間は何をして過ごすか。その言葉の通り過ごし方を決めるのは判定。どこかにお出かけだ。なんじゃ忘れ物でも。今日も誰もおらんわこれ。買い物か。気分転換。わかったわ。モビジのために。楽しい。遊びに行くわ。わしも映画が見たいのじゃ。わしも遊園地に行きたいのじゃ。わしも。どっちだ。ランジョランランジョランジョはいないのはどっちだ。モミジがああいうってことはさ、多分遊びに行くコマンドで何か面白いことが見えるんじゃないかなって俺読んどんけどさ、遊園地ってさ、未だに何のイベントもなかったかなって思うよな。なかったよな。ってことはここで遊園地来るか。映画館イベントは一回あったもんな。やけん遊園地イベントあるんじゃねえの。あるんじゃねえの。来い。ああ、また今日過ごし方を決める日ばっかでないか。おっと、よかった。忘れ物でもしたのか。そうね、どうしよう、どうしよう、どうしよう、って考えたら好感度高いこの子よりもさ、大好きな南雲先生と一緒にいたいという気持ちが強いです。南雲先生がいる。声をかけてみようかな。南雲先生。あら、指原さんじゃない。今日もおっぱいの膨らみがちょうどいい具合ですね。生徒さんの見回りですよね。お疲れ様です。ありがとう。おお、ときめいてる顔してるわ。最近はちゃんと休めてますか。そうね、最近忙しくて休めてなかったけど、あと数日でお休みだからその時にゆっくりするわ。ああ、休日の南雲先生どんな感じなのか見てみたいな。え、スカート脱いでシャツも脱いで下着姿でベッドでゴロンってなってんかな。そういうすごいダランとした南雲先生もちょっと見てみたいな俺。けどそうね。いいね、また乳揺らして。ほんまにブラジャーサイズ合ってます。せっかくだし今度の休みの日は指原さんの家に行ってもいいかしら。マジっすか。そんな赤い顔あくらめてさ、そう言われたらさ、ノーとは言えねえ。いいですよ、それなら。あ、やべえ。あれでもしましょうかって言ってみて。え、セーブして、ここで。いや、好奇心であれでもしましょうかって絶対さ、好感度下がるやつやし。戻ってきて、後で選び直すけん、選ぶわや。ダメよ。私たちそういう関係じゃないでしょ。いや、こういう関係になってもいいくらいのところまで来てますけどね、僕としては。え？僕はマッサージをと。マッサージであんなことやこんなこととにかくそういうのはダメよ。いつもよりもいかがしいマッサージを想像していらっしゃる。はあ、そうだわ。なんだい。面白そうな映画を見つけたのよ。それを一緒に見たいのだけれど、どうかしら。あ、やっぱ英語が一番か。そんな気がしとったよ。もみじと遊んでくださいじゃさ、俺がかばってないみたいになるで。南雲先生絶対俺と絡みたいけんさ、家に訪れるんだろう。それなのにもみじと遊んでやってくださいって、自分は絡まないからなみたいなのは突き放した感じで。わかりました。もしかしたら雪城さんが来てるかもしれませんけど。雪城さん。え。僕が住んでいるアパートの大家の女性です。近々部屋の掃除を手伝ってもらうことになっていて。へえ、そうなの。おっと、険しい顔になったね。それなら私も掃除を手伝うわ。え、南雲先生に手伝ってもらうほど大概なものじゃなくて。てか南雲先生がさ、掃除しようったらさ、絶対足元つるんって言ってさ、俺に人やりかかってくるよね。いいの、掃除をする日が決まったら連絡してくれる。わかりました。やばい、この二人のバトルが始まるかもしれないなって。この顔の南雲先生ずっと見ていられるな俺。デスクトップの背景にしようかな。映画でも見ましょうか。いいわね、
ちょうど一緒に映画を見たいって思っていたの。何の映画見るんですか？サイレントヒルですか？そうなんですか？面白そうな映画を見つけたのよ。それを一緒に見たいのだけれど、どうかしら。これでさ、何の映画ですかって聞いてさ、ミストとか言い出したらどうしよう。最後宇宙展開もあったるミストって映画だったらどうしよう。わかりました。もし、あー、この辺からだいたい一緒の展開か。実質、なんか久しぶりに休日って感じがしたかも。お前、それはいいことなのじゃ。適度な休息は大切じゃと先代も言っていたからの。休みが明けたらまた頑張るのじゃぞ。そうだね、プロテインだね。次の休みで頑張ろう。次の休み、それなら水族館に行きたいのじゃ。え、それ次の休みに水族館に行ったら何かあるっていう、そういう伏線。まあいいけど、水槽の魚を食べないでよ。あいたー、いっとー。失礼なやつじゃ。わしはそんなことしないのじゃ。え、じゃあ一匹5000万円とかいうマグロが目の前にあったらどうする。いってー、冗談だってば。というわけで残り6日だよ。26日だ。あ、公演スタートじゃ。じゃあ朝霧さんかな。さーて今日も一日頑張るぞい。わっ、おはよう、あずし先生。背中叩いてよ、お前スキンシップくれちゃしてきた。あ、朝霧さんですか。驚かせないでくださいよ。ごめん、そこまでびっくりするとは思ってなかった。相手からこんなことしてくれるってさ、よっぽど好感度あるな。ランニングですか。そんな感じ。そうだ、今度先生の店に行くからね。またマッサージしてもらいたいんだ。わかりました、ちゃんと事前に連絡してくださいよ。わかってるって。それじゃあね。いい雰囲気だよな、この子ども。この時間は何をして過ごすかの。では今回はここまでさせていただきます。あ、でも最後にちょっとこちら見ましょう。春山さんが今日一回も出会わんかったよな、残念ながら。まだ唯一さ、そのパッチ入れた状態の姿を見てない春山さんだけやけんさ、そうそう来て次のパートで楽しみたいなと思います。わー、ちょっと待って、春山さんよりも雨宮ちゃんの方が越してきたな、満足度。あーっと、中本先生も追いついてきている。雪代さん以外はだいぶぐんぐん上がってきてる。多分これは左上のビカパロメーターってやつが 80% とか高いです、水準で保たれとるからだと思われます。これが高いほど満足度って上がりやすいっていうのを聞いたんでね。雪代さんはちょっと最近会えてないっていうのもあるけどね。お客のことを知るのも大事なことじゃぞ。まあ何せよ、今回はここまでとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。お付き合い。